三門階段院は、福岡県太宰府市にある臨在州の寺院。奈良時代において、出家者が正式の僧侶となるために必要な戒律を授けるために設置された施設で、畜紫階段院とも称される。古くは、関世音寺の一部であった。西階段として、中央階段、東階段とともに、天下三階段の一つである。 奈良時代の半ばの天平商法5年12月20日に、仏舎車を携え薩摩棒のつで来日に成功した闘争岩人が、同じ年の12月26日に、太財府を訪れこの会談院の地で、初の受会を行った。海さんは岩人であり、会談院は、現在も奈良時代以来、同じ場所にあるとされている。宗派を超えて僧が集い学ぶという海さんの精神から、 地元では八州見学時とも呼ばれた。一方で、日本初期には、天平法寺5年に、聖武天皇の直眼により、関税恩寺の境内の西南部の一角に、階段院が設置されたとあるが、元神は、天平正法6年1月には、平城京に至り、東大寺に住すこととなった。以降、再海道唯一の階段として、交流を続けるも、中世に至って、衰退を重ね、 漢文旧宗福寺の里資源はなおによって、本尊の修理が施され、黒田光幸の家臣、鎌田正勝の書道武最行を経て、元禄十六年に関世恩寺から独立。現在は、福岡県福岡市博多区にある、臨在修明神寺派の小福寺の末寺として、存続している。現在の本堂は、遠方八年、光幸の命により豪商、合唱。 天皇寺の両夢再建のものとされている。主老母大樹本尊、ルシャナ仏座像は平安時代末期の作で国の重要文化財に指定されている。両脇地像は江戸期の作。本堂内の階段には天竺、唐、大和三国の土が収められているとされる。盆章は博多の芋の師、磯の七平の手による元禄十四年の作品である。 江戸時代に、博多の一万町で、酒場造業で財を成した楠木や、白木源流の臨重の遺言により寄進された。盆昇の塔の前に、白木源流式像と記載されている寄札が建てられている。源流は黒田騒動の栗山俊明のおいである、白木孫右衛門の子である。大前が主君を幕府に訴えた罪で、津軽に配慮されたために、 孫衛門も,もカスヤ軍で老人となり病死した。一歳で孤児となった源流は、胸方で慈愛に満ちた百姓の夫婦に引き取られ、成長した。志を立て、福岡に戻り、役員の楠スノの援助を得て、酒醸造業にて成功した。育ててくれた、養父、養母に感謝して、臨終の際に念願であった、会談院の盆栓を寄進を遺言した。 木造ルシャナフツザ造国の重要文化財2015年11月撮影所在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。